第89回歴史講座最終回はくじ引き将軍吉宗の政治です。応永15年1408年に義満が急死した後、義満の子で4代将軍の足利義持とその子で5代将軍の足利義和が存在していた頃の室町幕府は、宮中地方が有力諸侯の支配を受けたり、鎌倉公方が幕府の命令に従わずに反独立状態になったりするなど、常に不安定な状態が続きました。特に鎌倉府では、応永23年1416年に前の関東管領であった上杉善秀が鎌倉公方の足利持ち主を追放するなどの混乱が起きましたが、翌年には鎮圧されました。この争いを上杉陣水の乱と言います。このように地方では常に不安があった一方で、幕府周辺においては将軍と有力守護大名とがお互いに権力を主張しながら睨み合いを続けましたが、これがかえって勢力の均衡を生んだことによって、皮肉にも大きな争いが起きずに小康状態を保っていました。でこうした中で応永32年1425年に五代将軍の義和が19歳の若さで急死すると、父親である義時が代わりに政務を取りましたが、応永35年1428年までに重病となり、このままでは将軍家の嫡流が血筋が絶えるという危機となりましたが、義持は自らが後継者を決めることをしませんでした。なぜなら幕府と有力守護大名との権力に大きな差がなく、将軍の権威も低下していたために、自身が誰を後継としても守護大名などからの反発が必至と思われたためにできなかったのです。義持が自分で後継者を決めなかったことを受けて、幕府の家臣たちはあれこれ考えた末に、義持の弟たちで義満の子である4人の僧、つまりお坊さんの名前を書いたくじを作成し、京都の岩清水八幡宮の神前でそのくじを引きました。そして応永35年1428年に義持が亡くなった直後に当たりくじを開封した結果、比叡山延暦寺の最高位である全財座主の義円が選ばれました。義満がかつて自分の権力強化のために門跡寺院に自分の子を次々と送り込んだことがこんなところで役に立ったんですね。で将軍に選ばれた議員は直ちに減属し、名を義信から後に義則と改めました。後の世でくじ引き将軍と呼ばれた六代将軍の足利義則の誕生です。義則はくじによって将軍に就任したという事実を、自分は神に選ばれた将軍であると解釈することで、将軍就任後は追記の政治を実行しましたが、そんな義宗が目指したのが、衰えていた将軍の権威の向上と守護たちに政治をさせない将軍新政の復活でした。まず義宗は四代将軍義持の時代に中断していた日明貿易を復活させて幕府の財政を潤すと、その財力で方向紙を整備して将軍直属の軍事力をさらに強化した後に九州地方へ攻め上り、義満ですら果たせなかった九州平定を実現しました。次に義宗は宗教勢力の掌握を目指しました。将軍就任以前は天台座主として宗教界のトップに君臨していただけに、義宗は今までの将軍とは違って宗教に対する畏怖を全く感じていなかったんですね。義宗と延暦寺とはやがて内戦状態となりましたが、義宗が最後までぶれることなく厳しい姿勢を崩さなかったため、絶望した延暦寺では永享7年1435年に総本堂である金宝中堂に火をかけて多数の将が昇進自殺するという騒ぎとなり、結果として義宗は宗教勢力をも完全に支配下に置くことに成功しました。比叡山延暦寺の焼き討ちといえば織田信長が有名ですが、それより100年以上前に武力によって延暦寺を支配した将軍がいたことは意外にも知られていません。義宗は地方で使用する年号を無視するなど、将軍の命令に逆れ続けた鎌倉に対しても牙を向きました。鎌倉公方の足利持ち主と関東管領の上杉則実との間が不和になると、義宗は関東へ出兵して永享11年1439年に持ち主を滅ぼすことに成功しました。この争いは当時の年号から永享の乱と呼ばれています。さらに翌永享12年1440年には持ち主の意地を要して結城氏と村が共演しましたが、義宗はこれらも滅ぼしました。この戦いを結城合戦と言います。かくして鎌倉をも自分の支配下に入れた義宗の権力は絶対的なものとなり、古代の家たちを復活させたり、些細なことで激怒して資材などの厳しい処分を下したりした義宗に対し、周囲は万人恐怖と震え上がりました。義宗からしてみれば幕府や将軍の権威を高めるための統制の行為でもあったのですが、そのあまりにも強引な政治法は必然的に守護大名などを対立する勢力の反発を招くことになりました。
そして義経の恐怖政治はかの織田信長と同じように突然その幕を下ろす日がやってくるんです。可決元年1641年旧暦6月、義経は遊戯合戦の祝勝会を行うという名目で守護大名の赤松に続けられる屋敷に招かれましたが、宴の最中に突如として乱入してきた武者たちに取り押さえられ、あっという間に首をはねられてしまいました。そのあまりの手際の差に周囲の誰もが何の手助けもできなかったそうです。なおこの事件は当時の連合から過失の乱もしくは過失の変と呼ばれています。義経の突然の最後は幕府を含めた周囲に大混乱をもたらしました。義経を殺した赤松氏は幕府によって、後に討伐されましたが、義経の死によって幕府や将軍の権威は必然的に大きく低下し、この後二度と復活できませんでした。一方万人恐怖の独裁者であった義経が殺害されたことで、それまで義経の存在を身の上の炭鉱のように苦々しく思っていた守護大名たちは胸をなで下ろして安堵しました。しかしながら、たとえ強引な手法であったとしても、世の中をそれなりにまとめていた将軍がいなくなったことで、守護大名はおろかその下の守護大名を含めてまるで鷹が外れた桶のように各自がバラバラに行動を始めてしまい、やがて収拾がつかなくなってしまうんですね。以上をもちまして第89回歴史講座を終了いたします。今回もご清聴誠にありがとうございました。